川端です。よろしくお願いします。今回はですね、半円と正方形がありまして、この AE が接線になってます。要は E が接点ですね。また C もこの半円の接点となっています。その時もですね、各 DAE、 ここの X をね、求めなさいという問題です。ぜひ動画を止めて考えてみてください。これはね、結構難しい問題かなというふうに思います。はい、ではね、解説していきます。まずはですね、C と E にちょっと補助線を引っ張ります。なんでここに引っ張ったかというとですね、合同な三角形ができるからですね。三角形 DAE と DAE と三角形 DCE が合同になります。で、なんで合同になるかと言われたらですね、この DE が共通ですね。で、また AB と CD は正方形の一辺長さから等しい。で、また、それぞれのね、間の角ですが、両方とも45度になります。なので、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから合同というふうになります。ということで、各 DAE を求めるということは、各 DCE を求めるということと等しい。ここも X になるよということですね。で、続いてですが、これ E が接点になってます。もう接点と言われたらですね、中心と接点を結ぶっていうのは基本です。接線があって、中心と接点を結ぶ90度ですね。なので、これ中心を O とすると、この O と E に線を引っ張ったらですね、ここに90度が生まれますよということですね。で、ここでですね、この問題ちょっと気づかなきゃいけないポイントがあります。それは何かというと、この各 AEO が90度ですが、各 ABO、ここの角だって正方形だから90度ですね。で、これ直角がね、向かい合ってますけど、見つめ合ってるっていうふうに考えるんですが、直角2つで丸くなるっていうことはね、ぜひ覚えてください。直角2つで丸くなる。つまりどういうことかっていうと、A と E と O と B ですが、この4点は同一円周上になります。なので、このように円を描くことができるわけですね。この A と E と O と B。この円に内接する四角形の性質、で、向かい合う角の和が180度というのがありました。で、この逆でですね、これ向かい合う角の和が180度だったら逆にこの4点も同一円周上にあるってことが言えます。なので、今ここ90度、ここ90度なんで、向かい合う角の和が180度になっているので、この4点 A、E、O、B は同一円周上にあるんですね。そうすると、同一円周上にあるということが分かればですね、例えばですね、今分かってる角度っていうのは、これ角 DBC、これ正方形の対角線になってるんで、ここ45度。まあ、ここもね、45度という具合に、分かります。そしたらですね、ちょっと補助線引っ張ります。AO に補助線引っ張りたいと思います。ちなみに AO っていうのは、この、円のですね、直径になりますね。AO のちょうど真ん中に円の中心があるというふうになります。ここは90度になってますからね。こういう性質です。こうね。はい。で、そしたらですね、弧 AE に対する円周角が等しいので、ここが45度であるならばですね、ここ45度だったら、ここも45度になるということがわかります。これは円周角の定理です。こうなってた時に、こことここが等しいよと。A と B としたら、この子に対する円周角等しいので、角 A イコール角 B。なので、これも子 AE に対する円周角等しいので、ここ45だったら、ここも45度になります。そうするとですね、角 AEO が90度で、角 AOE が45度なので、ここの角も45度という具合に出すことができますよね。ここも直角二等辺三角形になる。つまりね、45、45、90度。っていうことはですね、これ OE と AE が等しいと
ということがわかります。OE イコール AE。こことね、ここが等しいと。で、OE っていうのは、今、これ、半径になるわけだから、これ OC とも等しいですね。で、また、この AE と C って等しいですね。この合同から AE と C も等しいわけです。なので、この AE と C が等しい。つまり、この OC と OE と AE と C すべて等しくなるので、この三角形 OEC が、これ正三角形ってわかるんですね。ということで、ここが60度と出ます。したがって、ここ直角ですから、今、ここ X だったら、これ合同だったら、ここも X になるよって言いましたけど、この角 X っていうのは90度引く60度で、答えが30度という具合に出すことができるということですね。まあ、結構ね、まあ、見た目でなんとなく30度かなって思った人もいるかと思うんですけども、理屈を説明するとこういうことになります。これね、できた人なかなか大したもんだ、大したものかなというふうに思います。わかったかな？以上で解説終わります。では。